せーの、1、2、3、おっと、皆さんこんばんは。おっと、かやです。マリリンです。今日はカシオさんにご招待いただいて、はい、カテンズライブに来ております。はい、その模様をねちょっと後で詳しくまとめてご報告したいと思います。はい、行ってきます。ピアニスト角野隼人さんのカテンズライブを見てきました。はい、かやさんどうでした？やっぱりね、もう一言で言うとすごかった、うん、YouTube で生ライブ配信されてたので、はい、リアルタイムでご覧になられた方たくさんいらっしゃると思うんですけど、見られてた方多分皆さんが思ったと思うのが、もうどの曲弾いててもやっぱり楽しそう、うん、笑顔で、もう本当にピアノ好きなんだな、音楽好きなんだなっていうのがすごく伝わってくる優しい音色というか、だから聴いててすごく、なんだろう、もうスッと本当角野さんの世界に入っちゃう、もう自然と持ってかれちゃうぐらいやっぱすごく聴き心地が良くて、あと夜景ね、あの後ろに見える、はい、あれもやっぱりすごく綺麗だったけど、でもやっぱりこのね、カシオのプリビアの音も本当にすごい綺麗に響いててすごい良かったですね。なんか私家に帰ってアーカイブ残ってたから、はい、YouTube でねもう一回見てみたの、したらなんかその手元とかがやっぱりアップにされて映ってるところとかがあるから、はいはい、見てるとやっぱそのすごく本当に柔らかい、もう全体的に手首がすごく柔らかいから、うん、音もでもすっごいしっかり鳴るのに綺麗な繊細な柔らかい音が鳴るし、うん、あとソファーに座って弾いてたっていうのももしかしたらあるかもしれないけど、すごいいい脱力感っていうのかな、ピアノ弾く時の、うん、はい、弾くぞみたいになるとすごいこう肩に力が慣れてなかったりすると入っちゃったりするけど、全体的にすごいいい脱力感なのにあれだけしっかり弾けるってことはやっぱ相当な体感っていうのかな、うん、練習量とかがないと、うん、なんかすごくこう簡単そうにやっぱね弾いてるように見える、そうですね、うん、っていうのはやっぱりすごい特別な技術と訓練かなっていうのを思って、やっぱプロってすごいなって一瞬で世界に引き込まれましたからね。引き込まれた、本当に一音、最初の一音で本当に引き込まれたぐらい、うん、もうふっと始まった瞬間ね、やばかったね、うん、すごかったね、本当に。マリリンはどうだった？はい、あの、もちろん第一音からその世界に引き込まれたっていうのは、うん、本当に幸せだね、うん、もう音色に包まれてたひとときだったんですけれど、すごいなって思ったのは、うん、YouTube の生配信ライブで、うん、あのチャットですよね、うん、チャットで皆さんのコメントとかリクエストを、うん、あの見ながら、うん、でも手とか頭とかはしっかりこの演奏しつつ、うん、きっと次のリクエストはこの曲弾こうとか考えながら、うん、あとはね配信ライブであの機材、撮影機材とかも入ってたので、なんかその進行とかのね紙を出してカンペも見ながら同時進行でもうやられてたので、
もうそのやりきる集中力の高さとか、うん、それを全部整理して演奏できるっていう、うんうんうん、能力とか、はい、頭の回転がやっぱすごく早いよね、きっとすごかったね、はい、もう圧巻でしたいやでも本当に圧巻だったね、はい、スミノさんが弾いていたカシオのプリビア、うん、はい、1100ですね、はい、はい、こちらオットーに色違いの黒が置いてあります、うん、はい、ぜひ音色やタッチとかを指導しに来てくださいね、うん、お待ちしております。せーの、ありがとうございました。